お願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。非常にアートな板のつき方でねいいですね初めてのつき方ですけど、はい、この3人でアートの話をしていこうかと思わないやっぱ慣れないつき方しちゃうとね緊張しますよね。ごめんなさい。この3人でアートの話をしていこうと思います。はい、はい、ということでお願いいたします。お願いいたします。やっぱり初めまして。初めましてですよね。私番組で初めて。ああ、そうですか。僕も2回目なんですけどロケ拝見しました。あ、本当ですか。 ありがとうございます。レニちゃんとね行かせていただきました、はい、そうですね、あの、はい、森美術館の方へ一緒にロケに行きましたけども、うん、あの今回はですね増田アナウンサーを迎え入れまして、はい、うん、増田さん実はアナウンス部の中でアート好きとしてすごく有名でいらっしゃるんですよ。あだから今日もなんか変則的なお召し物をねちょっとあの見せていただけますか増田さん。ちょっとあの、はい、今日のワンピース美術館に行くっていうのをイメージして、はい、こういう今日はワンピースを着てきたんですけれども、下がちょっと見えてない。下がちょっと変則すいません。それこれご自分で言っちゃった感じで言ってないです。言ってないです、そうなんです。こういう特徴的なデザインで、そうなんです、ね、SNS でも増田さんはアートを行ったっていうのを記録していて、先輩や後輩と一緒に行ってますよね。大体もう休日は美術館に行くっていうので、そうですね、並木ともね行こう行こうって話しながらも、私は残念ながらまだご一緒できてないので、ちょっと時間が合わないって言えばね言っときゃね合わないです、はい、そう信じたいでも平子さんも休日はこうご家族とかでも美術館に行かれるって。あ、はい、行ったりもします。僕だからそこまでヘビーではないですけど、はいはい、なんか子供が興味示しそうなものとか行ったりするようにはしてますけどね。今ねこのコロナ期間でなかなか足遠のいちゃってますけど。そうなんですよね、うん、どういったところ行くんですか、うん、一番最近だとバスキア展行きましたね。バスキア展、それこそそこで六本木で、あれ家族で行って、うん、でも子供もなんかね感銘受けたっていうか、なんか金銭引っかかるものがあるんでしょうね、やっぱ独特で、あれだけのサイズのもので確かに、ね、目の当たりにするってあんまない機会なん で、ね、それ以来だからちょっと崩しの絵見るとバスキアだっていうようないや私も行ったんですけど、うん、本当に鮮やかですよね。黄と赤、うん、青、黄色、いろんな色がこうバーって書いてあるんですけど、まとまって統一感があって、うんうん、あとそのバスキア自身のこうあのなんていうんですか、黒人っていうことを表しているようなものとかもたくさんあって、本当に絵からエネルギーをもらいましたね、うんうん、あれ見せて以来やっぱ子どもの描く画風が自由になりましたからねそうなんですか。多分美術の点数としてはマイナス2ぐらいあるんでしょうけどでもなんか自由なね、もっと自由でいいんだなっていう印象は、うん、見せた後はなんかちょっと広がった感じしますけどね。もちろん行かれたんですよね。いや私もですね行こうと思って行ったら180分待ちだったんですよ。それ待つキャラじゃなくて180分待ちか。僕も結構待ちましたよ。え、本当ですか。うん、あの下の階段の方までね、螺旋の方まで待って。そうなんですよ。でも平日でもこれだけやっぱね、こう皆さん来てるんだなと思ってちょっとそこで断念しちゃいましたバスキア店、あの前振りでバスキア店行ってないんですかそうなんです。180分は待てない。優しい。ビッグサンダーマウンテン出来たての時ぐらいですかね。そうです。もう本当ディズニー並みに、ね、はい、確かに並んでて、それであの並木がバスキア店でロケで行ってたのを私も拝見して、それでこんなんだったんだってそこで楽しみました、うん、今回のこの番組のロケで。あ、なるほどね。あ、そっか、いけないね、これ見ればね。そうなんです。アートに触れることはできますからね。そうですよね、はい、物はいいようでねすっごい増田さんからアートの熱がすごいんですけど、うん、こうきっかけって何だったんですか、うん、好きになる。私きっかけなんですかね、でも社会人になってですね、今5年目なんですけど、はい、社会人になってやっぱり六本木ってこう周りに美術館多いじゃないですか、うん、森美術館もそうですし、うんうんうん、それで初めて行ったのが草間弥生展だったんですよね。でそれで初めて作品に触れた時にもう頭の中がもうごちゃごちゃだって、もうなんだこれはと、もう何ですかね、もうちょっとこう何ですか、
こう麻痺してる状態、なんだろうな、もう頭がブラッシュアップされるというか、うん、ごちゃごちゃだって、その感覚がすごい新しくて楽しくて、うん、そこから生き始めたって感じですね。こうやっぱパワーをもらえるというか。わかります。今のその混乱具合わかるんですよ。アップデートされてる時一回止まりますもんね。はい、その感覚ですよね。本当に。なんか既成概念が覆されて、なんか更新してる狭間でね。はい。でまずはその草間彌生さんからハマって、であの長野県の松本市出身なので、うん、松本市にも草間彌生さんの美術館があって、はい、でそれで草間彌生さんのそういうルーツをたどるところから始まり、まあ、いろんな企画展を行くようになって、もう今やもう毎週行くっていう感じになりましたね。きっかけどうですか、一番最初って。一番最初は、まあ、美術館っていうよりは中学生の時の美術の資料集の方かな、教科書かな、マグリットの、マグリット、赤いモデルっていう作品があるんですけど、写実的にブーツがポンって描かれてるだけなんですけど、よく見ると上からグラデーションに徐々に徐々にブーツから人の足になってるっていう作品があるんですよ。マグリットだから、もうシュア、あの当時でいうシュルレアリスムのその中の一派の一人だと思うんですけど、その作品だったり、まあ、他の写実的なものだったりと、もうこう一線を画したような作品見て、ほんでシュルレアリスムってその意識せずに、もう意識するのがダセーじゃんみたいな、もう無意識に無対象でパカンとやろうぜみたいな、その一派の作品いろいろ見るようになって、やっぱり中学生だったから中二病じゃないですけど、どっかでやっぱちょっと尖った意識っていうんですか、それがもうその時にズバーンと入ってきて、後々多少芸風にも響いたところがありましたね。人がやっていることではないことをやろうとか、はい、それやったらだいぶ下積みが長くなりましたけど、そうですね、うん、下積みも長くなったし、その数十年後、このテレ朝で梶さんに怒られるようなこともなりましたし、ちょっと芸風とかやっぱ引っ張られた部分はあります。アートから実は俺引っ張られて結構苦労してるんですよ。いやアメトーク見てますよ。タモリクラブも見ました。タモリクラブもね。各所でね。あれタモリさんにも怒られてませんでしたっけ。いやあれまあまあまあ怒られてはないですけど、一応一応ね、そういう建築関係とかアートのことですよね。あ、はいはい。あれで僕がもう長語りして。タモさんに説教してやろうかなかなかないですよそんな好きなんですよ、やっぱ建築とかも好きなんで、うん、あそうなんですか、じゃあ今はもう美術館といえばもうじゃあ東京以外にも、うん、東京以外にも行きますね。あの年始とかだとお休みの時は今年は上海に行って、うん、上海にもあの故宮博物館っていう一番歴史が古い博物館のこう白菜とお肉のあのなんかもう目玉の商品が、あ、商品じゃない、あの白菜とお肉の目玉の商品、いやもうそれスーパーじゃないですか、市場ですよね、市場ですよね、もうちょっと高まっちゃってて今すいません、あの目玉の作品があって、それを見るために上海に行って、でプラスあのヨーロッパとかはなかなか遠くて行けていないので、ヨーロッパのポンピドゥ美術館っていうのが期間限定で上海に来てたんですね、その時期に。それで上海に行こうって決めて上海に行きました。もう旅行の目的が美術館へ行くっていう、毎回美術館ですね、ここに行きたいからここに行くっていう、で青森もその後行きましたし、もういろんなとこ転々としてますね今。これ実際に買われたりとかって、いやもうそうなんですよ、まだアート作品は買ったことがなくて、ただあの先週とかも SBI っていう証券会社がアートのオークションをやっていて、でそれを私もこうネットで参加できるので覗いてたんですよね。でもし買えるものがあったら自分も入札しようと思って、で私はトム・サックスが好きなんですけど、去年トム・サックスっていう、まあなんていうのかな、現代アートで、まあ彫刻、身近にあるもので、身近にあるもので、例えば、うん、松の木とかを作るならば、はい、歯ブラシとか身近にあるもので、うん、トム・サックスの解釈でそれを作るっていう、で去年トム・サックスのオペラシティでなんかあの展示会があって、ティーセレモニーっていう、でトム・サックスはすごい茶道が好きで、2012年頃からすごい勉強してるんですね茶道の、で自分なりの解釈で今回そのティーセレモニーっていう展示会をやったんですけど、NASA のこう茶碗器とか
そういうものを展示していて、松の木とか茶室とか、なんかこう日本人の方が試されるなっていうぐらいもうすごいんですよ、突き詰められてて。茶道の意味が分かってこそトムサックスの表現する茶道が分かるっていう、まあそういうなんか独創的な人なのね、トムサックスって。で、あのその人が、まあ、宇宙っていうのもすごいテーマに作品を作ってて、 NASA みたいなところで、で NASA の椅子を作ってるんですね。 NASA チェアっていうんですけど、あのここにも NASA っていうロゴが入ってる、もう本当に椅子で、それが去年初めて日本で売り出されたんですよ、13万円で。ビームスから出たんですけど、抽選 で、まあ、もちろん申し込みに行って、で13万円ですか。13万円で、そう、椅子がね、高くないですか。いやでも、もうトムサックスで椅子、ナサチェアが13万ってもう買うしかないと思って申し込みに行ったんですが、抽選が外れてしまって、そしたら今回その SBI のオークションにナサチェアが出たんですよ。もうこれは1年越しに手に入れるしかないと思って、一番最初だけ入札したんですよ、15万円で、はいはい。そしたらもうどん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 価格が上がっていって、結局40万円で落札されて、そこには手出せなかったんです、さすがに。僕この感じで言ってタモさんに怒られたんですよお前説教してやろうかって、説教しようかってまあね、でも美術品を買うためにゆくゆくフリーになる可能性がありますよねありますね、ありますね、ありますね、これは、ね、なかなかね、そう値段で言うとね、ちょっとしますよね。ただこれだから楽しみ方の一つとして、今本当に新進気鋭の若手の方を自分のね目線で見定めて、今ぐらいのね買える値段で買っておくけど、後々それがね高名な画家になったりもしますからね、目利きの部分ね、ちょっと試してみたくなりますけどね。間違いないですね。いや図録とかだとこう細部細かいところが見えるなと思うんですけど、あとやっぱ実際に行くとそのものの何ですか、放っているオーラとか、あとサイズ感とか、こうなんてよりこうダイレクトに伝わりますよね。だから本当に行った方がいいなというのは感じます。迫力がやっぱりね、違いますよね。いつも僕思うの、これガンツの敵だったら一瞬で殺されてるなっていう言い方もあるんですよ、ちょっと一つの楽しみ方ではいはい、なるほど。それぐらいの大きさって迫力だったり、なんかエネルギーみたいなもん持ってますからね。あります、あります。そうですよね。その迫力っていう点でいくと、私あのゲルニカのタペストリーを見に行ったことがあって、それこそこのスペインまでは行けないので、あの3つだけあるんですね、本物のタペストリーが、ピカソ監修のタペストリーが3つだけあって、で日本には群馬の県立美術館に今飾られてるんですよね。8月とかまでかな、またちょっと期間がいろいろ変わるんですけど、今は8月ぐらいまで展示されてて、でそれは一昨年見に行ったのかな、それこそ原田マハさんっていう美術の本を書く方がいらっしゃって、でその方がピカソの生涯をこう書いてるんですね。でそれを読んだ時に、そのタペストリーの作る過程とかも出てきて、それでやっぱり作品に触れたいってなって、あ群馬の県立美術館にどうやらあるらしいと、でそれで知って見に行くんですけれども、もうですよ、もう一歩足を踏み入れた瞬間に、もうそのスケールの大きさ、あれでかいんですね、めちゃくちゃ大きいですね。どれくらいですか。もう本当に見上げるぐらい でここで言うと 1,2,3,4,4 つぐらいはあるな、あこの白い部分4つぐらいの大きさ、こんなでかいな、ゲルニカ。そうなんですよ、もうこれ以上かもしれないです、最低でもこの4枚分ぐらいの大きさはあって、でもそれがもういい感じの、この照明でもうバーンって、もうそれはもう一つの部屋にそれだけ飾られてるんですけど、もう動けなくなりましたよね。もうなんだろうな、もう私そこに30分ぐらいそのままいたんじゃないかなって思うぐらい、もうそれはもうスケールの大きさに圧倒されました。これ本物見たら大変なことになるなって。テーマもやっぱ深くて重厚なものがあるから、そんだけ大きいとね。そうなんです。いやそれが今まで一番見た中で一番迫力を感じたかな、パワーとか。パフォーマンスとか音楽と違って、絵画って何もそこから聞こえてくるものとかはそうないじゃないですか、でも音がなくてもこうなんていうんですか、そこから感じ取れるものってこう人の人によって違うし、なんかずっと いられますよね、それはめっちゃわかります。やっぱりいい作品って何が違う、他と何が違うかって雄弁なんですよね、はい、ものすごく語りかけて、こういうの言うと芸人からいつもバカにされるんですけど、今日いないからいいっすねなかなか芸人さんから言うてめえうるせえよって言われるんですよ
今まで行った中で一番印象に残っている美術館とか作品とか聞いてもいいですか。一番今まで行った中でこう。じゃあ、はい、はい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 、私は去年の10月に行ったニューヨークで出会ったゴッホの自画像なんですけど、ここで初めて生のゴッホの自画像を見ました。で、まあ、それもその筆のタッチとかがやっぱりこうなんていうんですか、浮き出てくるような感じですごかったんですけど、裏を見たんですよ。絵は壁に飾られてるものではなく、こうやって立ってて周りにガラスで囲われてて、ゴッホの自画像があって、裏を見たらもう一枚絵が描いてあったんです。で、その絵はそのゴッホの普段見ているようなひまわりとか、そういう作品とは違う、もう暗い少女の絵だったんですね。で、後々気になって検索してみたら、その当時こうまだ無名だった、絵が売れてなかったゴッホは、そうキャンバスをこう無駄遣いしないように一面表と裏両方描いて練習していたそうで、でそのことを知って、そのなんかゴッホのその亡くなった後に価値が上がったこととか、やっぱその時にはこう苦労してたんだなっていうことが伝わってきて、うん、今でも一番印象に残ってます。絵の具とかもさ、お金がなくてさ、お兄ちゃんが買ってあげてたんだよね。そうなんですよね。なんかそのさっき原田マハさんの話が出ましたけども、太陽態度も沈まずっていう、うんね、本にはゴッホのその兄弟、フィンセント・ファン・ゴッホの2人の兄弟の話が書かれてあって、お兄ちゃんがゴッホの絵を売ろうと画商になって頑張るっていう話なんですけど、それも読んでから行くとなおさら違いましたね、うん、ゴッホの作品ってこうひび割りしたとこ一回も見たことないですね。やっぱりね、お兄さんがやっぱ高価な絵の具を買ってあげて、もうゴッホもね、こうもう 3D みたいに何回も何回も塗って、やっぱ執念を感じますよね、ゴッホの作品は。それが一番良かったです、平子さんありましたか。僕はいろいろ見てるけど、ピカソ展で見た、ピカソの10代の頃のかな、すごく写実的な絵で、それは僕今までやっぱりどうしたって抽象画から入りますから、ピカソって。ひねくれた目で見てる人もいると思うんですよ。なんか抽象的な感じでごまかしてそれ評価されたんじゃないのっていう。僕もどっちかというとそっち側で、したらもう写真のように写実的な絵が、もう10代からの少年時代からもう繊細に描くこと、もう写真みたいですよ。教会のシーンかな、一枚有名な絵があって、それ見てもう月並みですけど、基本ってこんな大事なんだなって、基本あるから崩していいんだなって。確かに。そっからちゃんと設定凝った漫才とかコントとかも、どっかでちょっと雰囲気でごまかしてるところあったんで、ちゃんと古典を学んで、やっぱ芸人さんもそうなんですか。そう、なんかそれでちょっとね、目が覚めたっていうか、ちゃんと基本に忠実にいけるから崩しが評価されるんであって、そうなんですね。ちょっとはいどう思うから入る漫才もやってみようっていう、なんかちょっと自分の中で転換ありましたけどね。まさかピカソの展覧会でその芸風の転換があると思ってなかったんですけど影響を受ける、影響はちょっと受けましたね。ちょっとショックでしたね、自分なりに。すごい。最初からまっちゃんになろうとしてた、やっぱ若手はね、どうしたってそうなりますから。そうじゃなくて、みんなやっぱ基本からちゃん一から順にね、技術を磨いてるんだなっていう、確かに。ちょっとショックな一枚でしたけどね。なんか箱根の美術館に行った時も、私もピカソの絵を何点か見たんですけど、やっぱそういうその基礎を描いてる絵も何枚かあって、私もびっくりしました。こんななんか普通って言ってあれですけども、ちゃんとした絵が描けるんだって、びっくりしました。増田さんも行ったことあります？ピカソは行った、その箱根は行ったね、私もピカソ行ったし、それこそ原田マハさんがキュレーターしてポーラ美術館かな、ピカソ展が1回あって、それに行った時は、やっぱりすごいいいなって思ってるね。こうなんかキュレーターも原田さんで、すごいやっぱ愛を感じるし、そのピカソの、ね、年代をたどってね、こう見ていくっていう感じがなんか一番良かったなって思ったかな。でそれから群馬の県立のピカソのタペストリー見に行ったっていう流れかな。
一番印象に残ってるのってどこですか？一番印象に残ってるのはちょっとさっき平子さんからも出ましたけど、これから注目するアーティストっていう意味で、秋猪俣さんっていう方がいらっしゃるんですけども、日本人の方 で、まあ、今もすごい有名ですけれども、もっとこれから来ると思ってる方、うん、でその方はもう視点が新しくて、生き物と人間で共同で作品を制作している方なんですね。例えばヤドカリを水槽の中に入れます。でヤドカリの殻を猪俣さんが作るんですね、クリスタルで。でヤドカリに選んでもらうっていう、でヤドカリはそういうクリスタルで作ったものを果たして貝として背負うのかどうか、そういうのも試すんですけど、もう見事にもう美しいクリスタルの貝を背負ってるヤドカリとかが展示されてるんですよね。あ、じゃあ透明。そうなんです。ヤドカリが中に入ってる状況が見れる。そうなんです。でヤドカリが動いてるので、もうその状態で動き回ってるのが。生きてるんですか？生きてるのよ。そうなの。新しい楽しみ方を教えてくれるのが秋猪俣さん、だからそういう自然環境との向き合い方みたいなのも学んだなって思う展覧会でした。めちゃくちゃ興味深いんですけど、途中からもう背中見えなくなりましたね。遠すぎて遠かった。ぜひ行ってみてほしいです。秋猪俣さんちょっとチェックしていただきたいですね。今のところは何かをこう販売っていうよりは展示っていう形なんですかね。そうなんです。でこの間も初めての個展だったので、まだ販売とかはされてないと思います。すごいな。独創的ですよね。確かに。あともう一つが中谷富士子さんっていう、大地に霧を出現するアーティストなんですけど、霧を出現させるアーティスト、彫刻するっていう、霧の彫刻っていう、霧の彫刻家なんですね、中谷富士子さんって。霧を彫刻するってどういうことってなるじゃないですか。もうこの視点ですよね。霧を作るっていう、人工的に作るんですよ。水蒸気とか、なんかその水蒸気で霧を作って、はい、それをもう作品として展示してる。まずそもそもその気温とか、まあ、風向きとかでいろいろ変わるじゃないですか、うんうん、それが作品になるかもわからないし、うん、それを室内でも屋外でも展示してて、これ茨城の水戸の芸術館に行った時の買ったんですけど、すごいね。30分おきにこう霧が噴射して、でそれがまた風向きによって変わってライトアップされて、外でも。そうなんです。外でもしてて、めちゃくちゃ風強い日どうする。そうなんですよ。その日はまたね、違った姿をどう見せるんだろうって、またとないその一瞬を作品にして。風強いからじゃあ全部流れちゃったよ。もうその方からするともう、それはもう自然現象におけるアートの一つみたいな。そうなんです。それもそれでアートなんです。それすらもアートになるんですか。で藤子さんのお父様は初めて人で雪の結晶を人工的に作った方で、科学者なんですよね。だからやっぱりそういうお父さんの意思とかも結構影響されてるんですね。人間と自然のその信頼関係が一番大事だっていうふうにおっしゃってて、ただこれ皆さん見ることができます。まだこの水戸の芸術館は去年行ったんですけれど、まだ見ることができます。立川の昭和記念公園に中谷さんのその霧の作品はずっと設置されてるので、あそこにあるんだ。そうなんです。私もまだそこは行ったことがないんですけど、そうなんです。なので皆さんめちゃくちゃ広すぎてちょっとどこにあるか分かんないぐらいの公園ですけど。確かに。ただそう設置されてるから、そこはね見られる、はい、あれつけます、これ。いや私つけないですね。つけない、はい、え、つける派ですか。俺も最初はつけなかったんですよ。あ、今はつけてる。つける。私はつけます。あ、つける。やっぱり一番最初に美術館行ったのは、学校の課題で行ったんですよ、はい、夏休み中に、まあ、今展示されてるとこどこに行って感想文書きましょうっていう。でそれで何もわからないまま一人で行くのが怖くて、こう耳元で聞くのが、ラジオが好きなので、こうなんか一緒に見てるような気分になるからと思ってつけたのが始まりですかね。やっぱりそれはご自身の感性で受け取りたいからっていう。はい、まさにおっしゃる通りです。全部最初に詰め込んでいって、例えばこう松方コレクション展をするってなったら、原田真帆さんの松方さんのどれだけこう、ね、あの美術館を作るためにこう努力なさったかっていう本を読んでいって、その上で作品と向かい合うっていう。でも向かい合った時はもうそういう解説も一切なく、もうこの絵と向き合いたい。もう入れないです絶対。じゃあ行く前の準備を万端にしてるんだね。かなり本読んでいきます。あ、もう情報を全部詰め込んだ上で、あ、それならいいですよね。
僕はなんかどっかやっぱりあのハスに構えた目線で、いや俺自分で見て感じるからさ回るんですけど、アーティストなんだよな。そうそう、いや当初昔ですよ、昔そういう時期もあって、はい、いろいろ見てこの斜めの線なんだって結局なって、聞いてみるとあなるほどそういう意味はあるんだなって、ちゃんとあの一つ一つの細かい意味合えるじゃないですかって、うんうんうん、それであのちゃんと説明聞いた方がより分かりやすいなっていうのからもちゃんと聞くようにはしてるんですけど、うんうん、でもいろんな見方はあっていいですよね。そうですね、いや、そうですね、いろんな楽しみ方があるから、うん、確かにあれとかも夢ですね。でもあれ吹き込むの夢です。あれいいですよね。 あれ夢なんですよ。あれとザ・ノンフィクションのナレーションは夢リアルリアルでも平子さんにオファーが来そう、うん、いやでも本当来るんじゃないですか。いやでもいざ吹き込むってなるとね抑揚全部消してでしょ。でもたまにちょっと遊び入れる時あるじゃないですか、はいね、人によっては、うん、どんな目線でこの風景を見ていたんでしょうね。めちゃくちゃいいバッチリじゃないですかシミュレーションは。すごいな。皆さんアートに触れるのはお好きだってこと分かったんですけど、自分で実際に作ったりとか書いたりとかってします？します？平子さん、今はなんか子供が描いてる絵を褒めるので手いっぱいですけどね、うん、一緒に描いたりしますよ。ただアートじゃないですけどね、うん、鬼滅の刃を描いてあげて、うん、パパ上手だって言って、まあ、子供も描いたりとか。無惨とか描くんですか？炭治郎とか。炭治郎じゃなくて、あの黄色い子です。黄色い子は子供が好きで。あー、何でしたっけ、気絶すると強い子。そう、はい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 、金髪の子あの子を描いて善逸を描いたりとかはしますけど、やっぱ僕もなんか絵とか好きなの漫画から入ったんで、やっぱドラえもんを描いてとか、うん、パーマン描いてとかそこから入ったんで、なんか漫画とかとっつきやすいから物から入るのがいいかなと。まあ、その前にバスキア見せちゃってるんですけど本当ですね、ぐちゃぐちゃになると思うんですけどバスキア見た後自由に描いちゃうだろうな、うん、でもなんかいろいろ自由になんか大きい、カンバスとか買ってなんか一回どでかく描かしてあげようかなって。いいですね。なんかあの壁に絵とか描きたいですもん、うんうん、でもなかなかやっぱ怒られるから描けないし、ね、なかなか賃貸だとね、はい、そうそうそう。あとはナイキのエアフォースワンの真っ白なの買って子供に色塗ってもらおうかなとか考えてます。素敵、いい。そして子供が履いてもいいし、自分の、ね、サイズで買ってなんかわーって描いてもらって、でもそこに善逸とか描かれたらさすがに描けないですけどねそうですね、うん、何十年後ちょっとね経った時にアーティスティックにやってほしいんですかね、バシャっていう感じで、ね、なかなかそういかないでしょうから。確かにそうですね。描かれます十分で。いや私も全く描かないですね。ただより多分描いた方がこういうところこだわってる難しいとかって分かると思うので、アートを習いたいなとは思ってます。あの学校に行って、あのそれは自分が上手くなりたいからじゃなくて、アートをもっと楽しみたいから、うん、っていうのありますね。であとは描かないですけど、あのネイル、うん、ハンドはしないですけど、フットネイルはアートネイル毎回やってもらいます。アートネイルってどういう違いですか？例えばですね、今で言うと村上隆さんとカウズっていうキャラクターの絵を描いてもらってて、うん、あの親指だけ今はデザインしてもらってるんですけど。これ増田さんの足ですか？そうなんです、これこんな感じで親指では大体こうキャラクターもの一つ、草間彌生さんのカボチャ描いてもらったりとか、ピカソとか、モンドリアンの赤黄青のコンポジションみたいな、なんかこう模様を描いてもらったりとか、だいたい夏はアートネイルしてますね。へえ、あ、そっか、なかなか、ね、で手の方にはね、そうなんです、やっぱお仕事柄できないですもんね。アートネイルは描いてもらってます。へえ、かわいい。いよいよグータンヌーボっぽくなってきました後ろ水槽だったら今のもグータンですか？本当ですよそうなんですね。描いたりする？私アート描いたりはできないんですけど、でも今あの実家で一軒家なので、自分の部屋の壁紙を塗りました。ペンキで、好きな色に塗りました。ペンキで、はい、なんかあのネットで検索したものをこう
なんていうんですか、水色なんですけど、うん、ちょっとターコイズブルーのような色にしてみたくて、はいはいはい、で自分でペンキを買って養生テープ貼って、はい、2時間ぐらいかけて茶色だった壁をこう塗って。砂壁だったんですか？砂壁じゃないですよ。砂壁もありますけど、でもやっぱ楽しいですね。一から何か作るとか、塗るだけでも楽しいですし、うんうんうん、そういうのでちょっと味わえたかなっていうのは思ってます。でもフットネイルやってみたい、私も。あ、いいよ、ね、フットネイルだったら ね、たまにこうこれちょっとモネのこういうちょっと睡蓮っぽい感じで言うと、あ、さすがにちょっとすいませんってことになる。睡蓮はなかなか親指には限界でしょうね、これは。そうなんですよ、断られたりとかして。いやー、いいですね。今後日本で行われる展示会についてこちらまとめてみました。国立新美術館であったりとか、バンクシー展もね。バンクシー展あります。はい、ありますし。あ、行ったんでしたっけ、増田さんは。私はもう行きました。いろいろありますけども、何か気になるのあります？あ、水森アド展みたい。おお、あれ水森アド、あのアドちゃんですよね。そうです、そうです。あ、見たい。ガラスに描いてくれるのかな。あのアドさんが絶対に売らないと決めている秘蔵の絵画作品とか、うん、あとグッズの原画700点以上展示される予定だということです。これもね、可愛らしいですよ ね、 ね、このタッチがね。なんか夢見るといい意味で時代がかったね、うんうん、あの画風が今新鮮かもしれないですよね、若い人にも。増田さんはありますか？私はね、ロンドンナショナルギャラリー展はもうずっと行きたいと目をつけてる。もうこれはですよ、はい、200年で初めて来るんですよ、ロンドンナショナルギャラリー展って、うん、世界で初めて。あのもうルーブル美術館って例えば11万点ぐらい展示されてて、メトロポリタンだと230万点って圧倒的に多いんですね、うん、ナショナルギャラリー、ナショナル、ロンドンナショナルギャラリー展は2400点ぐらいしか展示されてないんですよ。めちゃくちゃ少ないんですよ、うん、少ないからこそこう映すのが難しくて、なかなか来れられな、来れなくて、だから200年で初めてなんですよ。あ、ロンドンの美術館のものも、そうです。もっと、あ、そういうやつ、あ、そういうやつなんだ。すっごいだから貴重価値が高くて、なんかピストルズの旗貼ってあるとかそういうのじゃないですか？あの、それこそゴッホのひまわりとか来ます。へぇ、はいはい、そうなんです。あ、ロンドンが持ってた。そうなんです。あ、これは見物ですね。フェルメールも来るはずだし、印象派作家の作品が多数展示されるっていう。そういうやつね。これはかなり希少価値高いですよ。なんかロック系のかと思ってた。なんかフィッシュ&チップスにペンキぶっかけたみたいな。ポップな感じ。作品名何ですかっていう感じですけど、それで2400年ぐらい少ないのに、毎年世界の訪れるランキングで毎年ベスト5には入ってるんですよ、はい、ルーブルとかと並んで。それぐらいやっぱすごい多分豪華だと思う、うん、なんかサンドイッチマンの事務所みたいですね。少数精鋭で勢いあるみたいな、ね、バンクシー展はどうですか？いや、行きたいですね、うん、それこそなんか子供に見せてあげたい。あ、そうですね、影響受けそうですよ、なんか、うんうん、お子さんも。可愛らしいですもんね。あの、子供とっつきやすそうですもんね。そうですよね。水でもも黒でもまたロケに、行けるんじゃないかなというふうに思っています。うそうですね。あ、また一緒に行きたいですね、はい、そうですね、行きたい本当に。デニちゃん、この間その一緒に行った時に、はいはいはい、あの子、うん、もう初めましてだったんですけど、まあ、ちょっとお互い人見知りなんで、まあ、これいろいろ作品見てこう回ってたんですけど、デニちゃん覚えてないだろうけど、カメラ止まった後半の方で一回カメラ止めますってなった時に、うん、急にですよ、あの子俺んとこ近づいてきて、うわっってやったんですよ。これさ、絶対やっちゃダメなの。おじさん一発で好きになっちゃうのよ。そっからテレビ見てても、あ、レニちゃんだ。ずっと意識しちゃって、ずっと意識しちゃって、もうコロッと落ちてる。あれ、あの、本当になんてことない、何も覚えてないでしょうけど、うん、あれレニちゃん絶対ダメです、おじさんには。だそうですよ、レニさん。許せないですよ。でもあれで初めてももクロ
の高木さんとお会いして、うん、どうですか印象は。いやもうその印象でいっぱいですよもう頭がいっぱい、展示品覚えてないですよ頭パンパンになっちゃってなんか見せてももクロって私あの関わらせてもらって初めてのアートの番組だったんですけど、うん、皆さんアート番組ってどう思いますか。アート番組はまあだから芸人でいうと例えばそれこそクッキーさんがね、ああやってね作品を作ったりニューヨークでね販売されたりとかだから我々が、うん、アート番組っていうのを聞いたことないな。なんか少ないですよねアート番組って、うん、確かにそうですよね、うん、昔日曜の早起きするとなんかね気づいたらやってるみたいな結構ありましたけどね、うん、今は見ないですね、うんね、増田さんは。もう本当に悲しいんですよ。もうアート番組に関わりたくて関わりたくて、うん、もう本当に悲しくて、でなんかアナウンサーでまではなんか増田がちょっとアートが好きっぽいみたいなことがちょっとこうなんか、うん、あの知ってくだされ始めて、うんうん、でこの間「はいテレビ朝日です」っていう、まあ、イベントを紹介する番組のテレビ朝日の、うんはいはいはい、であの、まあ、中野のブロードウェイでこうアートの展示ブリュッテル展っていうのをやるからっていうので初めてそれアートの番組、まあ、ロケに行かせてもらって、うん、もうめちゃくちゃ楽しくて普段私報道をやってるもので報道現場に行くので、うん、あのまた、ね、180度違う、うん、もうアートでもう本当に素で楽しくて、でスタジオの MC が寺崎さんとあの萩野さんってもうすごい大ベテランの先輩方が MC をやられてるんですけど、うんはいはいはい、初めて褒められました。増田のロケ良かったよってちょっと熱が入ってるからねすごい自分の言葉がすごい良かったって言って初めて褒められた、うんうん、単純に担当変われよくないですか。変わりました。単純に一番早くないですか。いいですか。ちょっとでもなんかここまで熱持っちゃうと逆にね。いや このポジション狙ってんだったら、ね、あの先輩でも話は別ですよこれはこれぐらいの感覚だから逆にねあのみんなが触れる中で自分も知っていくという目線でね。そうですね、まあ、でも一緒にぜひあの私も教えてほしいですし一緒にじゃあぜひお願いします。もう見てますこの番組やばいたまに来てくらい来てもらうぐらいがちょうどいいかもしれないですよね。たまに毎回だとねうるさくてしょうがない走っちゃうですもんね今日はいろんなアートのお話を3人でしてきましたけども、まずは増田さんどうでしたか初めてねこんないっぱい喋りましたね。いやもう本当に楽しかったですね。もうこんなにアートのことを語れることなんてないので、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。もう本当にありがとうございます。惹かれちゃうので友達とか言ってももうあもうあもう話もうあちょっとうるさくなってるなって思っていつも話してるから、はい、もうこれだけ自分のこと好きなこと話せるのもすごい楽しかったです本当に楽しかった。時間忘れて話してます。若干私たちも引いているっていう話いやここまで熱持って語れるとね現場来たら本当うるせえんだろうなって最後ね僕あの3人で今度は実際に現場回りたいですよねでまとめようかなと思ったんですけど、ちょっと考えたらうるさくてしょうがないですよ。回れたもんじゃない回れたもんじゃないかなぜひ今度ロケででも行きたいですね実際回りたいですよね。ひなこさんどうでしたか、ね、今日の回。ああそうですね、あのまあももクロちゃんいなくてどういう目線で見られるのかなっていう心配ありましたけども、まあ、ここまで熱持って語れればね、はい、いや助かりました非常に。いや本当にありがとうございます。隙間埋める作業がなくなりましたいやでまたももクロのメンバーとの化学反応も見たいですよね。いやそうですねどんな感じになるのかっていうのは楽しみにしています。これからも見せてももクロ皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。今日は2人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで番外編でしたけれども、いやちょっと増田アナウンサーちょっとなかなかキャラがねお会いしたことまだないんですけれども。そうですね、熱かったですね。ものすごい熱かった。熱量がアートに対する ね思いが溢れ出てましたけど、ずっとアート番組に関わりたかったっておっしゃってましたもんね。うん、だからいつかねこの番組でもご一緒できるといいななんて思っていますが、一緒に巡ってみたいね。はい、さあというわけで次回なんですけれども、東京国立近代美術館で開催中のピーター・ドイグ展を巡ってきました。はい、行ってきましたね、はい、久しぶりのロケで。そう、もう美術館に、ね、なかなか行けないですからね、皆さんもそうですけれども。いやちょっともうかなこちゃんとは一緒にねこう美術館を巡るのは今回初めてだったんで。そうだよね、なんかさ、うん、旅行行った時も美術館とか行ってないか。
ちょっとね、まだこの番組も始めてなかったですし、そうだね、まだ後からやっぱほど遠い生活ね、送ってたかもしれない。ね、でも確かに初めて一緒に、こう美術、アートを見て、なんか一緒に、ああだね、こうだね、なんていろんな話をしながら。やっぱり人と見るとね、それぞれの視点があるから面白いよね。うん、自分だけだとまた自分の世界観に入ったりとかっていう感じになりますけど、今日はね、いろんな4人で回って、なんかみんなでいろんなお話ししながら、ちょっとアートに触れることができたので、とっても楽しい時間だったなと思います。ぜひ皆さんもご覧ください。ということで、ミュゼドゥモモクロ、お楽しみに。